マリールーさんのパンケーキミックスでパンケーキを作りました。グレープシードオイルと豆乳を使ってます。あとバナナとか冷凍のフルーツ、あと雪見大福のミニを乗せてみました。いただきます。 YouTube をされている白石渡るさんの娘さん、わたこちゃんのデザインされた T シャツが届きました。ダイオウイカだそうです。かわいい。実は会社のお金使い込んじゃってさ、昨日気になってた天丼屋さんに来ました。どれにしようかな。いやどうしよう、どういう違いがあるんだろう。ちょっともうちょっと考えないとわからん。江戸前天丼、上天丼、天丼、うんうん、白身魚。これどうしよう。上天丼だと白、アナゴと白身魚の違い、イカ、アナゴと白身魚の違いだな、ここが、うん、でこっちは、まあ、上天丼かな、あ江戸前かな、アナゴ、ああなるほどね。私白身魚、かな。ここは白身魚と舞茸の違いだな。私は上天丼で白身魚、夫は江戸前天丼でアナゴがついてるそうです。いただきます。美味しかったです。金子半之助さんは立派な方ですね。 ZV-1 あるかな。カメラこれぐらいしかないですね。 ZV-1 はなさそうです。マイナポイントここで申し込みできるみたいですね。スマホ、NFC 対応スマホとか、カードリーダーがない人はこういうのとか、コンビニとかで手続きができます。これ絶対酔ってるよね。Google レンズで見てみましょう。不思議なお花。ネームの木、あーでもそうね、葉っぱもあっとるからネームの木、うん、すごい花変わっとるね。花びらじゃない、なんか なんじゃろうねこれ。あつ森で美術品を買うというイベントがあるんですけど、この美術品が偽物のことがあるそうで、でちょっとまあ合ってるかどうかわかんないんですけど、真贋を見極めるために Google レンズでこれを読み取って、まあ、少なくともその作品がヒットするのかとか、ヒットした作品とはっきりとした差異がないかっていうのをちょっと見てから買うというのをやろうとしています。今のところは偽物掴んだことないんですけど、どうなんでしょうね。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャイヤです。今日はですね、漫画でわかる管理会計という本を、著者である原直美さんにいただきましたので、これを拝読した感想とか、あとそのこの本を読んで妄想したことですね。実は会計とか、の部分、会計の考え方っていうのはすごく家計とリンクする部分もありまして、まあ、必ずしも合致してないですかもしれないですけれども、本を読みながら私が家計管理においてはこういうことがあるなっていうことをこうちょっと思い出したことなどがあるので、そういうお話をしようと思います。本の大きな内容としては、その対外的に数値的な表現をするための財務会計と未来の決断ですね、経営において未来の決断をする時の、管理会計の考え方の違いとか、視点の違いなどが書かれてあります。で、税理士の原直美先生はチャンネルも、この本を出されるタイミングで YouTube のチャンネルも開設されているので、概要欄に、チャンネルのリンクを貼っておこうと思うんですけれども、で、ですね、その私実はその簿記は2級までは持ってるんですけれども、簿記の2級の勉強をしている時に学習した記憶があるなっていうようなことが結構内容として入ってきてたんですね。なので、まあ、経営者の方向けの本だとは思うんですけれども、簿記を
簿記資格をこう受験しようとしてる人も意外と楽しく読めるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとまあその家計ですね、私の分野でいくと、まあ、家計管理っていうところがあるので、まあ、家計管理をどういうふうに改善していきたいかっていう方もまあ、こう企業会計の中からヒントがあるかもしれないというふうに思いました。でちょっとここからはかなり飛躍するかもしれないんですけれども、本を読みながら私が思い出したこと、想像したことっていうのをちょっとこうお話ししようと思うんですけれども、この本の中に埋没原価という言葉が出てきました。まあ、よくサンクコストとか埋没コストとかそういう表現されるものとまあ一緒だと考えていいんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、例えばその映画のチケット、1000円とか1800円出して映画のチケットを買いました。で見てたんだけど面白くない時にまあ、その映画館を離れるか離れないかとかっていう例え話でよく埋没コストの話が出てきます。もうすでに支払っているわけですから、そのまま面白くない映画を見ていても、こう払ってしまったチケットのお金っていうのは回収できないわけですね。で家計管理においてはこれ保険で結構この埋没コストに振り回されて判断がブレてしまうということがあるなというふうに感じています。保険というのはもうすでにいざ何かが起こった時に保証されるために保険料っていうのは払ってるわけですね。でそうするとそのこれまで払ってきた保険料っていうのは、まあ、これまで経過している間に何かが起こったら保証されるためのコストであって、せっかくここまで払ってきたわけだから、以降保険をかけ続けて保証を過去に払った保険料がもったいないから保険をかけ続けるっていうジャッジは本当は割り切らなければいけないんですけれども、どうしても過去に払った保険料からお金を払い続けるとか保険を削減とか見直しすることが難しいというシーンがあります。なんでちょっとこう埋没原価の話を読みながら、こう結構保険をどういうふうに考えるべきかっていう考え方にちょっと似ているような気がしました。もしかしたら厳密には違うかもしれないんですけれども、なんとなく私はそんなことを思い出して、本を拝読しました。であとですね、財務会計と違って管理会計は変化するもの、しないものを数えるんだというようなお話がありました。でこれはもうさっきの埋没コスト以上にすごくちょっと飛躍してしまうんですけど、私はよくこうキャッシュフロー表とかライフプランニング表を書くときに、本来は収入をすべて書き出して、で支出をすべて書き出して、それをこう未来のものも書き出して、でお金が本当に尽きる瞬間がないかっていうのを出すのが、まあ一般的なライフプランニングのシートなんですけれども、差が起きる部分だけをピックアップして整理されるといいんじゃないでしょうかっていうお話をすることがあります。というのは、例えば今の生活と老後の資金では、例えば教育費は減る、医療部分は増えるみたいな、そう差額の部分で、差分の、例えばじゃあそれを総まとめすると差額として、生活費が、いくら下がる可能性があるとか、その今の生活というのは今の収入と今の支出で一応こうトントンでバランスして成立してるわけですから、今後起こるライフイベントでプラスアルファ起こるお金、プラスアルファ起こら増える収入という、特別にこう今とは違う差額だけの金額の整理をすることで、意外と将来のお金に困るタイミングとか、困らず済むにはどのぐらいの差分を今から生んでいけばいける大丈夫なのかっていうことを考える方が、もしかしたら全ての収入全ての支出を整理するよりも差分だけ書き出す方が楽かもしれないという話をすることがあります。なのでちょっとこう本の話とはずれてはしまうんですけれども、本の話は本の話で、ぜひこちらのご本を読んでいただければいいなと思うんですけれども、このチャンネルは一応フローチ Vlog ですので、本の話から想像した家計の話ということで、本の中からいくと埋没コストの話から保険の見直し、過去に払った保険料に引きずられるんではなくって、割り切って判断する必要があるという話とか、変化するものしないものっていうのをこう管理会計では着眼するというお話から、私はキャッシュフロー表とかライフイベント表においては、今の生活から差が生まれる差分だけを整理することで、意外と自分の将来の見通しができるんじゃないかなっていうようなことを、ご本を読みながら想像したり思い出したりしていました。実際の本はかなり
おまんじゅう屋さん、和菓子屋さんの女の子が出てくるんですけれども、その女の子のお父さんの会社をどういうふうに立て直していくのかというストーリーに基づいて会計を学ぶことができるので、非常に面白い内容になっています。本は本で楽しんでいただきながら、まあそうか、あの家計改善という観点だと、まあそういった視点もあるのかということで、感想に変えさせていただければいいかなというふうに思いました。以上、FP 小話でした。こちらのチャンネル、フローチ Vlog では、日常の記録、Vlog の中にお金に関する情報を織り込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。毎日19時に更新しておりまして、毎日見ていただくことで、なんだか最近お金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています。動画の概要欄にはその動画に関係するリンクなどテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので、気になるテーマが出てきましたら動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立つかもしれません。このチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら、いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。